皆さんこんにちは西安防災部ですいつもご視聴いただきありがとうございますあなたの心にロックオンこのチャンネルでは中国三峡ダムの最新情報と気になるニュースを詳しく解説しています短い動画ではありますがお付き合いのほどよろしくお願いします1月5日地上波では全く伝えられない中国三峡ダムの元凶です 超高水利委員会によると今朝8時の時点で水位は158.17メートルです。おとついと比べると9センチの低下。ほぼ変わらずです。ダムの貯水側で見ると水位はこの辺りではないかと思われます。昨日の夜9時のデータを見ると上流の観測所での流入は毎秒5990立方メートルで、三峡ダムは毎秒6500立方メートルです。 このためダムの直近と南側の川からの流入の合計は毎秒510立方メートルと推測されます上流の観測所では若干減っているようです一方今朝8時の放流量は毎秒6200立方メートルこの時間帯ではずっとこの6200という値の前後で放流を固定しています単純計算ですが21%程度の発電状況と思われます 6基から7基のタービンが稼働している模様です西安チャンネルです三峡ダムの貯水位のグラフです直近ではほぼ変化がない状況去年の今頃はというと170.19で依然として10メートル以上の差があります今後ダムの水位はどうなるでしょうかこれまで例年よりもずっと前に到達しそうな水位の下がり方でしたが直近の様子を見る限りしばらくこの状況が続くかもしれません。 引き続き注目していきたいと思います番組の途中ですがここで臨時ニュースです三峡ダム22年の船舶貨物通過量約1億6000万トン新華社通信が伝えています 記事によると、中国の長江三峡通行管理局は2日、2022年の三峡ダムの船舶貨物通過量が、前年比6.1%増の1億5980万トンとなった模様。これは過去最高の更新だそうです。うち三峡ダムの貨物輸送量は6.5%増の1億5965万トンで、三峡高門の通過量は6.7%増の1億5618万トンだったと伝えています。 以上、三峡ダム、22年の船舶貨物通過量、約1億6千万トン、についてお伝えしました。西安チャンネルです。今のニュースについて少し。ご覧のように、年々、三峡ダムを通過する貨物の量は、右肩上がり。2011年には、年間1億トンを超え、ダムができる前の、5倍の貨物になったようです。 例の感染症で19年から21年は横ばいでしたが2022年は8月までの時点ですでに過去最高の量おそらく2021年を超えるのではないかと思われますと去年の9月にお伝えしましたそして今回の発表では1億5900万トンとのこと去年より増えたことを強調したいようですがこうやって長い目で見ると頭打ちの感は否めないですねあちらの管制メディアは三峡ダムの凄さを声高に伝えたいという意図はわかります 超高流域の経済に大きく貢献していることは間違いないでしょうですがもしここで何かがあると船による物流がすべてストップしてしまうことになります迂回路はありません実際に大洪水が発生すると三峡ダムで足止めを食らうことは過去にもありました私たちの弱点はここですよと言っているようなものダムの上流で作った自動車などが下流側に運ばれているようですもしここを通過できなくなったらすべて止まるわけです トラックや鉄道など、代替手段は考えられますが、車のように大きなものは、大量輸送はできません。三峡ダムだけに頼りすぎる付けは、相当大きくなりそうです。意外な弱点、あまり伝えられていないようですね。さて、ここまで、水運のいいとこばかりをお伝えしましたが、その裏返しとして、今となっては、この流れを止めることはできない、ということになりそう。大きな船が航行するには、ある程度の推進が必要となります。 600キロ上流の重慶で大型船が通行できる水深を確保するには下流の三峡ダムで水位を高く保たないといけません三強ダムでは145メートルよりも下げることはできなくなったわけですさらに年々蓄積されているであろう土砂の堆積により今後はこれよりも高い水位が求められるかもしれませんまた去年のように干ばつが起こったとしても自らの制約により十分な水を供給できません 洪水をメインにすれば良いものを、あれやこれやと、多くを求めすぎ。結局、真綿で、自分の首を絞めているようなものです。さて、コメントいただく中には、水位って意味あるの、という内容のコメントをいただきます。このチャンネルのサムネイルにもありますが、三峡ダムの現況をお伝えしています。 普段、日常生活で「現況、という言葉はそうそう使わないとは思いますが字の通り「現在の状況」という意味です三峡ダムが今どうなっているかを見るには材料が必要になりますそれは貯水位であったり流入量であったり放流量といったデータそれから現地の映像そしてニュースなどの情報がありますさらに視聴者さんからいただくコメントの情報も助かります 実は水位情報についてはいくつかの別のサイトも参考にしていて去年や一昨年はどうだったかも見比べています一つではなく複数の情報をいろいろ重ね合わせることにより三峡ダムは現在こんな感じなんだろうと推測していますもちろんその道のプロでも専門家でもないので正しくない判断をしていることも考えられます という前提で、話を戻して、意味があるかどうかの判断は、ご視聴いただいている方の感じ方一つなので、意味がない、と思われるのであれば、それを否定するつもりはありません。そうじゃない、という権利もないですし、その思いもありません。ただ、ダムの話になると、すぐに崩壊だとか決壊といった話になり、その根拠などが、今一つはっきりしないのには、ちょっと疑問を感じます。当局から発表される数値。 配信される映像自体の真偽も正直わかりませんが出てくるデータの差分変化を見逃さないようにしたいものですですからダム近辺の情報ともう少し範囲を広げて上流のデータさらに気象情報からある程度の予測と実際どうだったかを観察していますあまり語るとクロニシアンがばれますのでこの辺でダム周辺の月別年間降水量です2023年がスタートしました 例年通りなら1月の降水量は少なくまとまった雨は期待できないでしょうウィンディーを見てみましょうご覧の通りダムの上流で少なくとも今後1週間ほどは雨らしい雨はなさそうです下流および南部ではちらほら雨は降っている模様です渇水期のためこれは通常でしょうがベースとなる水位は低いままですから今後農作物への影響がじわじわ出てくるような気がします続いて日本です こちらは今朝9時までの雨雲レーダーの実績になります年が明けてからこの状態が続いており日本海側で筋状の雲が見られます風の動きを見ても大陸から吹きつける様子がわかります例の件も心配ですがインフルエンザの流行の兆しが見られるようです最近あまり言われなくなりましたが今一度手洗いうがい消毒の基本動作に気をつけたいですね 2020年衛星画像でダムが歪んでいるのではないかと世界がざわつきました google の地図で見るとダムがぐにゃぐにゃになっているものがあり大丈夫なのかと話題に洪水シーズンと重なったこともありいよいよかと騒がれたので覚えておられる方も多いのではないでしょうかですが寒気に入るとすっかりその話は立ち消えとなりました次々と流れるニュースの中で人々は忘れていきます バッタの大量発生、電力不足洪水で発生したトンネル水没事故などなどその後、どうなったかそこが大事ですねあまりにも歪んでいたので CG っぽい画像に変わるとまたそれはそれで怪しいと噂になぜ歪んでいるような画像になったのか専門家ではないので知るすべはないのですがあんなに歪んでいたら今頃、ダムは崩壊してるのではないかと思います 当局も歪みは認めていたものの、数センチレベルくらいでしょうが、本当のところは分かりません。さて、去年の12月21日の衛星画像があります。パッと見たところ、歪みはなさそうですね。構想段階では、抵抗は150メートルだった件。ダム建設が構想された段階では、高さは150メートルにするとなっていたようです。 しかし、電力需要の予測から水力発電能力のアップが求められるようになると、ダムの高さは185メートルへと変更になったようです。あまり高くしすぎると、上流と下流の水位のギャップが大きくなりすぎるため、今度は大型船舶の航行に差し支えます。ダムには上下2本の肛門が設置されていますが、水位の差が大きくなるほど、船が通過する時間ロスは大きくなります。 洪水調節を所管する官長と電力を管轄する官長、そして水運を管轄する官長など、縦割り行政でしょうから、お互い意見の相違はあったはず。最終的に決定するまでには、中国国内の省庁のせめぎ合いがあったのではと推測されます。<noise>